あ、受付手だね。今回はでもあの好きな場所に据えしていいということなので、まあ、とりあえず上行ってみましょう。そうですね、空いてる20番空いてますか。じゃあ、空いてる、空いてますね。俺はパツの20番です。ここ張ってなかったもんね。はい、もうとりあえず弁当。今日腰痛いので、先週腰を痛めて、またタル弁当。あ、タルにしたんかな。俺海苔にしたんかな。俺何かな。ザ海苔弁。美味しそうこれ。イカタル。タルかなこれで。超美味しそうな。タランだろ。イカタランだよ。イカタラン弁当に行くときは。美味しそう。しかもご飯めちゃくちゃ入っとるな。はい、これイカタル中身。美味しそうだな。タルタル入ってる。いや、埋まってる。わ、これほら、イカちっちゃいな。いただきます。いただきます。美味しい。普通に美味しい。これ、あ、これ、ええね。このシリーズええね。あの、普通のチンピラ、きんぴら。ヨーヨー。なんか違う。ヨーヨーヨー。思いぶっとみて。寒い。寒いよ。はい、ごちそうさまでした。か、あ、目。ごめん、かぶった。目言うた。目。目言うた。やっぱな、言うとったわ。あ、言うとった。うん。はい、はい、ごちそうさまでした。はい、設営しますか。いや、違う、荷物下ろしますか。ああ、そうだね、荷物下ろして車を移動します。やろう。虫がよう飛んどるね。はい、よし、ほんならレッツラッゴー。はい、今回はロイヤルキャッスルできますよ。もう名前覚えましたよ。楽ちんしよう。はい、ゴー。完成か。はい、今回はオープンタープテントファクトリーのファクトリー。腰痛いが一番高いので一番ハイルーフ仕様。そう、何連結なんかな、これ聞いてみよう。もうなんかこれ質感がいいな。とりあえず一回覚えておいて。こんにちは。ちょっと失礼しますよ。邪魔、あんた。いや、そうでもないから。ごめんなさい。あ、腰。なんか角が足りません。はい。ダメだろ。いや、ちょうどいいよ。はい、ちょっと休憩。今日はあった、ありました、このレモンサワー。どこのサントリー。乾杯。これもサントリーマイナス196度。マジ嘘なんですけど、もう凍っとるどう考えても。いただきます。散らかり放題。あっちね。見る。見ちゃう。こっちね。まだまだまだ片付けが。もう荷物多いんよ、二人なのに。夜休憩やってるだけ。
しながら攻める。今日違いたい。あ、俺一人でやる。一人じゃねえ。俺やってもらう予定だったね。ちょっと待って。全部やったの。まあ、これ曇りでよかったな。ある時しんどる。でももうちょっと暖かい方がいい。次回じゃね。あ、次回じゃね。じゃねえか。え、消えか。はい、寝室が完成しましたよっ、ね、もう大体で寝室大体でこう、はい、今度ちょっと焚き火システムを、タープの中が少し片付きましたね。そうよし、ちょっとランタンを久しぶりにホワイトガソリンを、なんか斜めだねあれなんで言ってくれんのあれいや俺ってか見たらそうだね。そうなん、ちょっとランタンを吊るしましょうか。もうホワイトガソリン入ってるっていう準備してポッピングするだけ。そのランタンとその服の色がまたチカチカするよしかもあれもチカチカするしさチカチカし、俺結構チカチカするもん持っとんだろうな。はい、もう終わり。疲れてるな。はい、いやもう硬い。はい、終わり。あれ見せた、方向が違う、方向が違うあれ設定ミスあれこれなんか違う、 こっちも違うし、あれちょっと待ってカタカタのつるっとした感じは。そうそう。フレーム。うん。何してるの？あれ遅えよ遅えんじゃって、もっとスピーディーに。俺寒いよ。一応これあんたまだ冬用じゃん。冬用なんだ。一応な、寒いだろ。もうさ、一応ライターあんねえ。あよし、こんなもんでいいかな。はい、ここは外なんて。はい、どうぞ。やってくれんのかよ、そいや、もう全部やって。あ、今日は天然着火剤だけでいっちゃう。え、薪も終わってないよいかろ。お、ファイヤーだね。これでつくやろ、薪に。あったけ。今回テーブルちょっと新しくしましたよ。そう、なんか叩いてどっか飛んでいったり取れたり、この汚い溶接がこれ一本もにしました、足を。あっ、OK。 たき火様様だな。これは初めてしてきた。寒いし、今日気温10度切ったんだよ。結構これ何円のあんたこれ まだ早い。ここにこう、ポツンじゃない。
まずあんたん焼き鳥でいきましょう。この焼き鳥は温めましょう。焼き鳥焼いてるやつしかも 20% オフ。もう食べようさ。食べます。僕結構仕事火をどんどん食べてジュージュー用意し、はい、はい、ノンアルいきます。ちょっとそのあれミストバイリアルリアルミストバイ。はい、お疲れっす。乾杯。もういってねえかな。あ、空腹にビールか。焼き鳥いただきます。うまそうこれ。うん、うわ、うめえ。あ、もうこれでいいよ。これで白飯でいいや。うわ、早い食べには焦げるや。ちゃこっちゃね、言っちゃこっちゃね、焦げた。逃げるんだよ。いいか。あ、食ったっけよに。はい、今日あのニッチリッチキャッチでノースフェイスなんとかなんとかフェア知らんけど大体じゃない。もう買ってしまった。キャンプ前にやっぱりガス缶のカバー500の長いやつ、サイズ500。ほら、はい。でも今日は寒いよ。今日は寒いです。はい、ちょっとご飯炊きます。ガスで。ガスじゃないと炊けないんで。ご飯炊きます。で、多分もうできとるはず。はい、ライダーポテトー。珍しいな。珍しいな。揚げ物なんか。だって油怖いもん。一本入れてみるよ。二本。いけそうだね。飛ぶね。飛ぶね。あ、いけそうだね。ちょっと。もうとりあえずこれぐらいで。とりあえず。ええんじゃね。なんかポテト美味しそう。これでもええな。ポテトハマったらハマるかもな。ハマったらハマるんじゃろうな。なんかめっちゃ美味しそうでね。お、上がった。ちゃんと。多分ちゃんと。ポテト。ちょっといただこう。ポテトフライ。うん。全然塩かかってね。あれ。かかってねえな。あ、美味しい。全然ポテトだな。うん。なんぼでもいくのこれ。やめようや。ほんまにやべえこれ。うめえな。これビール飲んで。あ。ねえじゃん。まあいいね。うまい。なくなるぞこれ。全部いくんじゃねこのペースだったら。これ止まらんな。じゃろ。はい、今回は。はい。これハンバーグ。すごいじゃろ。手作りハンバーグを。ダッチオーブンでポイポイしちゃった。じゃあそっち半分は粗挽きでいくか。ああ、そうですね。ちょっとスパイシーにいこうか。スパイシーに。スパイシーだったら赤にしてあるね。いや、この粗挽きでいきたいよ。このブラックペッパーのミール、このジョリジョリしたいの。ジョリジョリしたいのゴリゴリこれどうやるんやろうな。多分こんな感じだね。ああ多分開いてねえだろうな。開いてねえな。ん？なんか粗挽きじゃけど雑だなこれ。じゃけ粗挽きじゃけどこんなもんだよ。あ、そういうこと。粗挽きやんね。はい、いただきます。食べちゃった。これ短くねこれ。ダチになったらダチって言うことや。そうそうそう、怖かった。ある方がもういいね。プルリンパがうまい。匂いとるなこれ。
いいね、いける。暑いな、今当たったな。深いもん。フライパンあるんで、フライパンでやらないからね。めちゃくちゃ良くね、これ。お、いいね。ええ匂い、めっちゃええ匂いする。あ、なんか違うよ。いい、いい、いい。結果オーライ。はい、終わりで。かさ揚げベース用意して。それで。はい、人参と、何かを入れました。ブロッコリー。そう、ブロッコリー。何ですか何ですかそれ。ケチャップと角芽とんかつソース混ぜただけです。はい、ハンバーグソース。はい、ちょっと指で味見してみて。うん、ケチャップのようなソースのような。いいか、これでこれでいこう。ロースト出来上がり。うわうわ、おいしそう。うわ、すっごいな、このハンバーグ。はい、あとポテトを入れて。何を入れるんですか。目玉焼き。テレレレテレー、温目玉焼き。こう斜めに。あー、斜めにね、シャレ気にね。はい、今度は何。ソース。ソースね。そっちにかけるのか、そっちじゃなかった、俺のアングルが。バッカ野郎、これ手前にかけるか思った。なんかハンバーグが見えない。いただきます。やっとできました。はい、ハンバーグ定食いただきます。あ、もう飲んでるんだね。俺はもう寒いけど。レモン丼。もうレモン丼ね。俺ずっと飲んでるから大丈夫。キリン丼じゃない、レモン丼よ。あー、うまい。うわー、うまそう。ちょっと食べよう。いただきます。そのハンバーグがどれなもん。まあ、とりあえずポテトかな。うん、ご飯かな。あ、ポテトうまい。うん、ご飯冷たい。うん、バッチリ。ちょっと固めではあるが、ご飯冷たい。おねえか。仕方ないよね、これ。冷たい。ブロッコリーをソースにちょんちょんと。うんうん、どう、ブロッコリー。甘い。甘い。ブロッコリーが甘い。多分人参の甘さが移った。あ、そういうこともちょっといただこうか。ちょっとブロッコリーだけいただきます。あ、なんか香ばしくて甘いな。なんかメインのハンバーグに行く前に。じらすな。一杯飲もう。飲むんだけかよ。はい、ほら見て、ほら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 、肉汁が出ないな。あれ、肉汁が出てこないけど中まで火がちゃんと通っとる。すっげえ、ちょっとめっちゃ美味しそう、これ。ちょっとうわ、すげえよね、このボリューム。ほら、いただきます。めちゃくちゃ美味しいよ。成功だよ。今までのキャンプ飯の中で一番美味しいかもしれん。めっちゃうめえな。ダッチのちょっとこう使い勝手というのをちょっと分かってきたかな。ローストできるっていうね。何でもできる。うん、揚げ物もできる。そうそうそう、ちょっと幅が広がってきたね。うん、うん、うめ、やべ。はい、ごちそうさまでした。あれ、これんか。スーじゃこれんか、やっぱり。やっぱこれんか。
焚き火が気持ちいい気温だね。そう、肌寒くて焚き火がポカポカで。カエルの声か。はい、今日のスイーツ、はい、何これめちゃめちゃくなってる。丸ごといちご。ほんまじゃね。かな。しんどいよ。いちごはな、酸味が。旬ですからね。でもぺったんこ。なんで？そう。ぐじゅって潰してしまった。俺です。すいません。はい。いただきましょうか。よっこいしょ。で、両方取った。こういうシステム下からご。いただきます。いただきます。この普通のがうめえな。あ、うめえ。マジでうめえ言うたん、あめえ言うたん。うめえ。あ、うめえ言うたん。甘さが、あ、体に染み渡る。染み込む。染み込んだ。染み渡るな、この甘さが。いちごだったらさっぱりするな。この酸っぱさが美味しいです。バナナ正解じゃない。すごい見えた。バナナ、しつこい。ごちそうさまでした。ちっつってと言うたれちゃった。ごちそうさまでした。ち意味をそろそろ寝ますか。寝ますか。焚き火も落ち着いたくっちゃし。そう、このニッチリッチキャッチで買った薪はめちゃくちゃ日持ちがいいですね。めちゃくちゃいい。早く寝たいのに聞いてほしいね。ね、なかなか聞けないね。はい、では寝ましょうか。はい、おやすみなさい。また明日。朝早く起きて焚き火をするらしいですよ。起きれるかな。はい、ほんじゃ。おはようございます。おはようございます。なんでマスクして寝てるんですか。え、寝ながら閉国人がいたんですよ。寝ながら。へぇ。無意識で来るから怖い怖い。そんな人はいるんですね。身が出てなかったかな、大丈夫かな。大丈夫。膨らんではない。See what I've done. Let it go too soon.
今日の朝は昨日の残りのご飯チャーハンをいただきます。これすごいよね。殴り合ってる基本的には料理ができない感じですからね。昨日のご飯をこれやべえことになるよ。7、7、7、7。ダチョウもいっぱいになったよ。お前眠いわけだよ。多分知らんけど。全然いける。全然いける。出来上がり。はい、今日の朝はポンジュース。凍ってるけど。ほんとやめてよ、クソサミノに。凍らすのもやめて。ちょっと溶けた。いいね。いただいたやつ。毎日って書いてあるよ。どこ？そこ。ほんま。これでコーヒー。違う、ポンジュースね。じゃーん。汁入れちゃった。汁入れちゃったね。全部入れたかな、今。アンスープの匂いがいい感じの匂い勝負の気がする。はい。これスプーンだね。いただきます。朝ごはん。うわ。冷凍チャーハン。プラス卵。プラス残りご飯。そう。やっぱり、うんうん、味はまあ、うん、なんか粉っぽいな。混ざってみてね。そうそう、卵が、うんうん、新鮮なんだよね、これは。なんかこのスープか味噌汁が一番美味しい。お酒で、ありがとうございます。お腹いっぱい。はい、お腹いっぱい。もう食べれません。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。るもういいか。よくわからなくて。もうやめよう、これ。楽しいです。やめよう。行くでしょ。この撤収が11時なんで、撤収アウトが早めに。多分乾かないでしょうね、マークは。うん、ゴー。なっちゃん、あ、違うか。あ、来た。あ、来た。あ、来た。これとってよ。もう撤収戦やね。いい時間だから。だからおやつタイム。うちも食べてます。のんきに。全然日が出ない。今日は一日曇りです。雨とかもしてんけどね。ちょっと雨降りそうなんだ。これ、まあ、誰に言ったらいいんだろう。オソロみたいになってる。もっと違うじゃん。ほら。まあこれ目巻きだよ。これ普通。朝になったら抜こう思うんで。寒いから脱げない。ポテト系って止まらんな。止まらん。昨日もポテト止まらんかったから。じゃけん屁が止まらんの。じゃけんねんだから僕にはちょっと。それは知らん。それは知らん。いや、思いますしながらブー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 する。起きたらブー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 。寝起きはしかってない。9時半ぐらいになるぞ。天気10分。やべえな。11時じゃけんじゃん。飲んでしまった。週11時です。昨日にチリチキャッチで、まあ、あった。テント予約選考会で全市の10%ノースのビアコンテナ
購入しました。今年モデルじゃん。はい、終わり。どうせ音符でそういうことで、オレンジジュース専用します。これな、落ちらしいよ。ここがなんかそう、へこんどんやろ。いや、じゃけどな、よう考えたらオレンジジュースやったら俺見えんの。見えた。入ってるかどうか分からん。今入ってねえよな。そんな俺コーヒー入れたら分からない。最初20番はあの辻糸のとこに車が持ってこれる。ガッチンシーさん邪魔にならん。何じゃ気持ちがちょうどいい。まあ強いて言えばこの階段がなければ。でも小高いとこだからちょっと気持ちいい。あの上とかめっちゃ気持ちいいじゃない。でもね、落ちたら下まで落ちる。うん、崖になってるから落ちたよ。え、何？どっから？なんで？どこにあった？もう食べ終わったもん今。な、あ、ちょっと待って、ほら、あ、ちょっと待って。よし、片付けようか。こっから一瞬で、まあ1時間ぐらいかな。こう子供の声も楽しそうに、いいですね。いいだろうね、子供楽しいだろうな。それはい、頑張ります。3 2 1。疲れた。もうさて撤収しましょうか、撤収しましょうか言うたら雨降ってきまして急いで、まだ雨降ってます。まあ、雨降ったおかげでギリギリ11時。そう、間に合ったかな。ここ上置けやいいが言うたけんよ。これ斜めだし。俺は斜めだね、待って。こうか。今日は雨撤収、やっぱりいつも雨、天気が悪いです。疲れるわ、雨は。雨疲れるけど、でもよかったな。よかった、ここよかった。ほんなら次回は、次回ちょっと大人数で行きます。予定では少し、予定では。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。あ、お願いします。じゃあお疲れ様です。